ギオームでゾーテルギオームでゾーテルは、フランスの詩人、プレイヤード派の一人、1529年にルピュレーに生まれた。1542年から、コレージュ・ド・ブルゴーニュで学び、1546年には、法学を学ぶために、バランスへ赴いた。この頃、マロ派のバルテルミー・アンセア・メランド・サン・イコール・ジュレ、リオン派のモーリス・セーブ、後にプレイヤード派に参加する。 いとこのポンチュス・ドチアールといった多彩な詩人たちとの交流を持った。聖書法の改革をめぐって、ルイ・メグレと論争を繰り広げた。20歳前に上司した、フランス古書法論、トレート・デール、アンティーク・エクリトゥール・デ・ラ・ラング・フランセーズは、その論争の口火を切った書である。これに対しメグレは、用語論ディファブジーズで反論した。デゾーテルが、 ルイ・メグレの猛烈な用語への返答リプリークをフューリー・エジャス・ディフェンセズ・デルイス・マイグレットで答えるとメグレも反爆、リポンスで再反論した。デゾーテルはほぼ同じ時期に詩人としても活動を始めている。諸女作、サツキレモア・デマイは観光年未消だが続く大仕事の急速レル・ポジュ・プラス・グランド・トラバーユは1550年に出されている。彼は多作であり、 代わり金としては、ラブレーのガルガンチュアとパンタグリエルを模倣したフルシシ、ファンフルリュシとゴーディションフォンフラルシュイがアウジションを観光している。彼は一時期フランスを離れ、スペイン国王フェリペ二世に仕えたり、アントウェルペンの出版業者、クリストフ・プランタンの元にいたようであるが、1559年にパリに戻ってギーズ家に仕えた。 1570から1581年には、クルニー修道院の審査官を務めたようである。ありがとうございます。